アニメ教会の輪廻第3シリーズがいよいよ放送開始。浄化。祖母は死神、祖父は人間、死神みたいな仕事をしている貧乏高校生の俺、六道輪廻。冷静沈着で幼い頃から霊が見える俺のクラスメート間宮さくら。この世に未練を残した霊を輪廻の輪へと送るため、毎回てんやわんやの大騒動。俺の仕事を妨げるのは悪の死神、騙し神のドンで俺の親父、六道サバト。覚悟しろ親父。いつもはぐうたらな親父だが、今回のシリーズではついに俺との真剣勝負が実現。さらに新キャラクターも登場。魔女の末裔で占い師のアネット、過去や未来が見える覗き玉で俺たちの前に立ちはだかる。見習い契約黒猫黒星三世、俺のおばあちゃんタマコの契約黒猫になるために現世で修行することになる。そしてママはもう死んじゃったんだよ。親父から死んだと聞かされていた俺の母乙女が登場。その衝撃の秘密が明かされる。さらに物語の鍵となる謎の少女イチゴも登場し、六道家の秘密がいよいよ明らかに。霊界をも巻き込んだ奇想天外な放課後はまだまだ続く。教会の輪廻第3シリーズは E テレで毎週土曜午後5時35分から放送中。お楽しみに。